皆さんこんにちは、ジャットさんです。今日ジャットさんは日清食品から出されている激辛の殿堂シビウママーラー火鍋ラーメン、こちらをいただきたいと思います。2021年はこのラーメンが食べ納めのラーメンになりそうです。フォアジャオと唐辛子で刺激ビリビリだということで、ちょっとドキドキしながら食べていきたいと思います。蓋の上にはシビウマホアジャオのビリビリオイルというものがついています。では熱湯を注いで5分で食べていきましょう。それでは5分経ちました。このビリビリオイルはちょっと入れないで先にこのまま食べてみたいと思います。それではいただきます。このままの状態でもかなり唐辛子が際立っている、辛みが先行してくる、そんなラーメンになっています。じゃあこのビリビリオイルも入れてみましょう。それではビリビリオイルも入れてみましたんで食べてみたいと思います。いただきます。これはかなり辛くなりますね。フォアジャオが効いてるので本当に口の中がしびれます。でもフォアジャオとか唐辛子の辛さが好きだという方、またあの火鍋が好きだという方は、汗をかきながらこのラーメンも食べることができると思います。ぜひこのシビウママーラー火鍋ラーメン見つけたら皆さんも挑戦してみてください。そして2021年皆さんお世話になりました。またねー。